島根半島から日本海を北へおよそ40キロ。そこに人が暮らす4つの島と多くの無人島が点在する隠岐諸島が広がっています。今日の科学によってこの島々の驚くべき景観の成り立ちが説明できるようになりました。日本海の荒波にさらされてきた隠岐の島々。その海岸線には形も大きさも様々な離れ島や岩場を見つけることができます。この風景はおよそ7000年という短い時間に作られ、今もその姿を変え続けていることが分かってきました。カルデラの海をたたえる島前、その最大の島、西之島。この北西に広がる景勝地、国頭海岸は隠岐諸島の中でも特に強い波が打ちつける海岸の一つです。その原因はシベリア地方で発生する冬の高気圧です。冷たく乾燥した風が大陸中央の山脈に遮られ、日本海側へ流れ込みます。冬の強い北西の風が引き起こす波が隠岐諸島の北西に面した海岸に到達するのです。国頭海岸はその代表的な場所なのです。その中で一番波の力を感じられる場所がこの摩天崖です。落差257メートルのこの断崖絶壁は一体どのようにしてできたのでしょうか。その過程を見てみましょう。7000年前、大地は今よりも遠く沖まで張り出していました。繰り返し打ちつける波が大地を削り、小さな崖が生まれていきます。海側の支えがなくなった陸地にはほんのわずかですが、海側へ向かって力がかかり始めます。やがて大地にひびが入ります。そのひびの部分がより強く波に削られて、そこにたくさんの海食道と呼ばれる穴や谷が生まれます。続いて海岸線と平行に入った割れ目に沿って分断された土地に次々と地滑りや崩壊が起きます。こうして土地は後退し、大地が削られて島の深いところまで達すると、崖の高さも増し、今のような景観となりました。では国頭海岸のもう一つの見どころ、通天橋はどうでしょう。すでに多くの海食道が海面にずらりと並んでいます。その上を走る一筋の白い層は貫入岩と呼ばれる溶岩が冷え固まった岩石で、周りの地層ができた後に割り込んできたものです。上空から見ると、その貫入岩の層の下にうっすらと透けて海食道が大地の奥深くまで続いていることがわかります。黄色の線で囲まれた部分が崩れ落ちて現在の地形になるのですが、摩天崖と同様、その始まりは大地のひびからです。もともと入っていた小さな割れ目に沿って大きな崖崩れが起こることになります。そして海食道の穴だけが崩れずに残りました。このアーチの橋が国頭海岸の名物の一つ、通天橋だったのです。このような地滑りは一度きりではありませんでした。天上界と呼ばれるこの辺りはたくさんの尖った岩場がありますが、これらはかつてあったアーチの足の部分と推定されています。通天橋のような巨大な岩のアーチがいくつも並んでいた時代があった。自然の力が驚くべき景観を次々と作ってきたのです。隠岐諸島最大の島、道後。この島にもやはり奇岩の発達した海岸がありました。サンセットクルーズで楽しめるろうそく島です。夕日が島の先端にかかったその姿がまさに巨大な天然のキャンドルに見えることから、その名で親しまれてきました。でも一体どうしてこのような姿が出来上がったのでしょうか。この場所はもともと道後本島に続く岬になっていました。ここでも浸食による力が陸地にたくさんのひびを生み、そのひびに沿って同じように地滑りや崩壊が進み、土地は次第に減っていきました。やはり北西からの風と強い波が働いていたのです。やがていくつもの離れ島も姿を消し、背の高いこの岩だけが残りました。そして節理と呼ばれる垂直な岩の割れ目に沿って最後の崩落が起きると、ようやく今の形に仕上がったのでした。地球の力は長い時をかけて風景を変えてきました。その変化はやむことがありません。隠岐の島々ではその大きな力が今もなお進行している、まさに生きた地球がわかる場所なのです。